好了，回来开始继续玩。以后都不做点评了，没有啊？没有不做啊。好，继续。总之，先喝酒。酒醉度有三个阶段可以提升。噩梦中的行动速度会变快。今まで浮気なんてしたことなかったのに。没出来的东西都死了。发现在放出来像纪录片。交谈，查看手机。交谈一下。あのピアノのせいで酔いが早く。いくら可愛くてもあれじゃ。そういえばヴィンセントさんって馴れ初めってどんなだったんですか。はあ？同窓会だったよな。恋愛相談に乗ってるうちに惚れちまって口説いたんだっけ。キャサリンが落ち込んでた時は夜中でも駆けつけてたからな。やめろって。そんな優しくてマメな男がね。本当だよ。リンってこのことなら心配するな。俺たちも気にしておくからさ。それより、お前の方は大丈夫なのか？浮気男が呪い殺されるっての。例の開始事件のことらしいぜ。それって、ポールが死んじまう。ああ、死んじまう原因が女の呪いなんだとさ。アホらしい。エリカの好きそうな話だな。ポールって、ああ、俺たちの高校のクラスメートだったんだが、この前ここで偶然会った。マジか。挨拶だけだったけど、普通だったよ。別にお前の。ああ。よくあるめよ。三角ボタンで携帯電話を開いて、中では映像の再視聴やセーブもできるぞ。可以重复看一些哦，看重复看一些动画的，了解。喝酒、查手机，剩下就是 talk。这群人每个都是渣男。あの時、フォールともっと話してりゃ、こんなこと。あの子、リンちゃんって言ったっけ？警察には届けておいたから、ま、いざと手出すなよ。人のことより自分のこと。お前マジで大丈夫か？うわ、呪いって子供の噂じゃあるまいし、くだらなすぎて笑えねえよ。タイミング良すぎんだよ。しかしけど、そんな可愛い子がいまあ、そうだけど頑張って隠し通せよ。許されていいことじゃねえ。よくあるめよ。哇，真是好女朋友。
不行，我怕。等一下，我退却了。这样子，好了。这样子，这样子。哎，好，好，这样。结束了一手，结束了一手。没事，我觉得这才是真正益智游戏的地方啊！我觉得推箱子还好啊，我觉得这个他妈的才益智。先輩，意外とデリケ。そう見えないとか。まあちょっとクールなとこもあるけど。言われなくても。ゆかあるめよ。我的妈呀 ！What the fucking hell！ 这个是那个我的，What the？ 这个是。是不是很想看？不是，我只是想要知道他是谁。我只是很想知道他是谁。厕所 ，go go go。对他刚好说什么在厕所可以用什么东西。ビンセントさん、ここにいれば、しかもストレイシープ、こんな可愛い。気にすんなって。雇った。あの、ビンセントさんってどうなんだろうな。嗯，画面我可能调的有点太亮。觉得令的眼有点太亮。你心当たりってないのか？どうなんでしょう。気がついたら追われていたので。でももう来ないってことはきっと大丈夫ってことですよね。まあ他の奴らも。好像还是有点太亮。令的脸真的就做得太亮了，还是说我的亮度还是调太亮了？能看见图中的文字，还是说只要能稍微看见就好了？这样就够了。再跟他讲一次。那你，我好像还是很亮，好像没有救。算了，他的脸就是这么亮。等一下，厕所在哪里？等一下，我先去厕所。比刚好一点。要不是有灵形，这时候 AJ 直接不演了，直接想看。你怎么会这样想我呢？你怎么会觉得我是这种人？我靠！要看。是难道？また目をそらすのかい？拷問刑場で待っているよ。あんたにはどんな罰がお似合いかな？あれ。What the？进入单人招，进入单人厕所。干，原来是恐怖游戏啊！なんだ？このくぼみ。干，那是古墓奇兵吗？奥に何か。これはとりあえず。哦，我的 DLC。姿が見られるというロマンの化粧はトイレの個室で付け外しが可能だ。存分に。看，所有人都变，连后面的大妈都看，全部人都变成穿内衣了，超赞赞的。看，连大叔都是，
可以不要搞得那么彻底吗？我们可以维持着，就是男性依然也穿着上衣，男性依然穿着衣服。赞赞。凛を追ってたのって本人は気にしてないみたいだけど。いざという時はお前が守ってくれ。あんたも守ん。ヴィンセントが浮気ってあんたって。まあそのはずだったんだけど。不是我的错，我当时肯定被附身了。突っ込ませないでよもう。浮気男が呪われるって噂。なの、本当じゃ。我当时一定是被附身的。ほっとけないって思ったから、基本真面目なのに変なとこ抜けてるし、母性本能をくすぐられるってやつ。キャサリンみたいな一人で何でもできるタイプって。そんなもんかな。リンに悪い影響を与えない。一応成人してるみたいだけど、中身は昼も夜もお姉さんがずーっと。そっちの方が心配。菱形看了吗？没有，不在不在。犯了全天下男人都会犯的错，来跟大妈讲些话。まさにようかしら。あ、いや。あなた、この高い高い山を登ること。何それ？700年前に望みを叶えた高い高い山。おとぎ話かな。かつて実際この実話をもとに作られた。とてもとても高い塔を登ることができた。さあ。え？あなたはです。ん？あれ？もしもし。私たち。キャサリン。あのさ。キャサリン。やっぱりいいや。顔見て話すことだと思うし。え？じゃあ、おやすみなさい。怕。干。这样讲，听起来不妙。ミスターモーガンはあのピアノを気に入るのかしら？あのピアノはミスター。这游戏口味也太重了。高清无码。大妈的性感内衣，各位同学赞吧！某人谈话便能把时间下。谈话内容可以改变。座位或包厢。啊，座位。耳朵。杰出了一手，行，这一波可以。啊，有什么？杰出了一手，然后吧台可以，我先跟其他人讲。今日も手がかりなし。今日も手がかりなし。戴眼镜的男子。男はのし上がってこそ認められんだ。フラフラしてねえで腰据え。男はのし上がってこそ見て。男はのし。男都没有变，都没有变。看，等下老板穿的是。丁字裤吗？バーには時間が流れていて、
座って人と話した時だけ少し店内の顔ぶれや中には悩みを持ったおなお玄関つかぬことをお聞きします。ちょっと変わったデザインのメガネかけるとちょっとむずそれってもしおーいし没有没有没有我没有看到我绝对没有戴一次顔で選ぶのは、ま、一目見た瞬間大丈夫かお客さんニュースご覧何でも似たよエリカさんの話じゃ浮気男を恨んだ大の大人が呪いはね女の水量は男の確信よりもずっと確かであるかつての誰かの言葉ですエリなら心配ねエリカのところでマスターあらあらあらって言うだよ我可是跳过八骚的男人吉库哎既然不清楚了実はよく思い出飲みすぎてあんたこそそのグラさん昔の女にバレないためって聞いた男には石屋の浮気心に過ぎないものに女はその一生をかける讲这句话还有罪恶感好重的感觉とにかく妙な噂もありますから不是啊 我根本没有做什么不是我是说游戏里面的我有游戏里面文森特有做什么现实中的我是没做什么的这个罪恶感应该是文森的哇时间流逝了对话会不同このお店時間ヴィンセントさんってあ酒飲んだり食べていろいろと落ち着いたらえ没事没事便所行ってくるオーランドさんがバツイチってんのあれあいつ結構若い時に結婚してんだよけど変な儲け話に乗って失敗してさ本人は気にしてないふりして出てった奥さんええなあいやなもうこんな時間もうこんな時間哦，来了吗？来了吗？哦，哦，哈哈哈哈哈！人目がない場所じゃないと開けねえな。我们要去没有人的地方看。快去厕所好好欣赏一下还是不行无敌的单人厕所穿好了啊啊啊啊欸欸欸我们要就是欸不要存这种照片过来啦欸没错没错嘿有没有有没有杰出了一手有没有我们是不会被诱惑的我们一心一意哦这边也可以换声音是不是哦不错哦我们等玩一玩再玩一段时间可以换一下看看是不是还可以洗一次脸我看他还有粉红色的变了
哎，镜子里面我们是裸的。哎，哎靠，按错。有没有？我们这个，这个没有出轨，内心上还是纯洁的。そんじゃ今日はお開きっすね。もうこんな。疲れちまった。ここにいる間はにしても、なのにピアノ。何か思い出せないか。じゃあまた。うん。あ、这边就直接离开了。我使出无敌替身的时间到了。正直的男人怎么可以在那边等人家呢，对不对？我们这一条第一次玩要走永就是忠于自我的路线，我们要就是你这个我拒绝外来的诱惑。二周目再开始砸。我们第一周目会比较倾向于自己的想法，哎，我自己的想法是我们要就是忠于自我，就是要选择自己原本的正宫，哎。くそ、まただ。哇，还有刀片，看起来很硬耶。どこまで続いてんだ？毎晩じゃねえか。よし、ゲット。よし、よっ。下を見てみろ。よし、ゲット。よし。ふっ。ふっ。ふっ。よし、ゲット。ふっ。よし、ゲット。有吗？骂这游戏。哈哈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 哇！走！もしかしてお困りですか？今ならアンドゥで巻き戻せますよ。你们该不会以为我不行了吧？哎，啊，看这可以拉。よし、ゲット。走。よし、ゲット。どうしても困った時はアンドゥーすると良いかもしれません。
掉下来吗？不会。冲他小干，哈哈哈哈哈！无敌白金之星，萨普拉奇娜，白金，你们刚刚说的选择我都知道，我只是希望用更精准的方式来解决。这才是我真正的实力啊，各位！金だ。もうすぐってこった。よし、ゲット。Easy again。ついた。遅くなった。今のうちだ。よっ。よっしゃ。手都不用动就过关了呢，哈，还要用手玩游戏，太废了吧你们。为什么就你一个人不是羊呢？リン、どうしてここに？あ、ヴィンセントさん、よくわからないんですけど、気づいたらここにいて、ピアノがあったから弾いてたんです。ヴィンセントさんこそパンツ一枚でどうしたんですか？え、ちょ、見んだよ。で、俺が羊に見えてねえのか？羊？何のことですか？そういや。リンはリンのままだな。どうなってんだ？って、そんなことより、ここ、すっげえやばい場所なんだ。早く逃げないと、死んじまうぞ。死ぬ？そっか、だからみんな、こんなに怯えてたんだ。だったら…いや、だから、演奏してる場合じゃ。こんな場所でも、ピアノ弾いてると心が落ち着いたんです。その時の気持ちを、みんなにも分けられたらって。この曲。そういや、さっきピアノが聞こえたら足場が崩れるのが急に遅くなったんだよな。もしかしてあれ、リンのピアノのおかげだったのか。うん。リン。对羊弹琴，なんでピアノがあるんだよ。ここは室。あんたもあの国会室で聞いたか。あんたがここに落ちて死ねばいいと。ああ、聞いた。いるよ。大勢。けどまあ、こんな呪いへでもねえよ。こんなとこ。俺は。ここ8つの階層でって、それって羊に
習性先導するやつに注意だが先導者が崖から落ちくさこの気づきここ機能意識がなくなったもしかしたらいやまあいっかあんたにも教えてやる悪いやっああね、こないだなんか急に飯にフォークをガサーッたぜでもあなた女性を支配したがるだこれ技のこと油断してピアノいつの間にか聞こえ私たちえあなたさお前登ってる時に襲ったそれってバカ完全に来て自分の高いよ酒吧那个飞机头对啊这个是酒吧那个飞机头干对干是飞机头刚才也他是帽子所以他就坐在那两边那两个人嘛那个飞机头跟那个眼镜仔哦诶那这个咧这个是出现过了吗有领带的诶等一下他这个发型梳右边，然后打领带。へえ、これは。又要来玩了。正直予想外だ。まさか思わぬ訪問者まで迷い込んでくるとはね。こんなの。可怕的选项。この制度ができて以来。どうなってんの？おい。この世界に変化が生まれ、あんたのせいで思いもよらないことが、まあいい。こっち。第、もし浮気をしたとしたら。会有罪恶感吗？当然会啊，非常的后悔，一定会后悔的。嗯，あんたそっちを選ぶんだ。面白いね。ちなみに、この夢の中での記憶は現実へは持ち帰らせない。目が覚めたら忘れちまうってことか。完全没有你们这些人。太下流了，你们。いろいろと面倒だからね。それがここのルールだ。你们这些人实在是下流的男人。看，哈哈，下面是会喷火箭，真的很爱说谎。你看，大家都是非常后悔。心都不会痛吗？無事に死の登山を終えるため。くそ、またあのえぐい罠がありやがる。Commencing area 2. Are you ready? ヴィンセントさん。ん？上です。そこの足場が崩れる。マジかよ。ここから先のステップ、足場の落下が迫ってきた時にリンのピアノが聞こえてきたらチャンスだ。足場の落下が遅くなる。おい。セーフティーではミスをしてもアンドゥーでしかもアンドゥーの残り回数がゼロになった。さ小啦！我开场就被踢下去。よし、ゲット。別に。なかなかだ。よし、よし、ゲット。よし、ゲット。ふっと。ふっ、よし。ほっとくか。ふっと。ふっ、ふっ、よし、ゲット。よっ、よし、よし、よし、ゲット。普通じゃない。よし、は、よし、は、よし。ですか今ならアンドゥーで巻き戻せますよよし
よし、ゲット。よし。よし。よし、ゲット。よし、ラッパ。絶対逃げ切ってやる。よし、ゲット。下を見てみろ。よし。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、よし。よし。不然嘛，这游戏过关啦。是不是啊？靠自己过关了，不需要使用替身能力。あのピアノの子がいれば死なずに済むかも。よ、よし。下手でもやめられないことって、僕も、あの子からもそんなピアノ。明明不会弹钢琴，却不断的弹钢琴的莉亚。無事でよかった。なんか曲を弾き終えてま。ピアノのことといい。なあ。そんなやつ下手でもいい、絶対に死にた。ちょ、今うるせえ。さっきはピアノ。あの、すみません、ヴィンセントさん。いや、こんな。でも嬉しいです、この気持ちが。近い、もっとさ。そうやり、今度はいい。本当だ、さっき指に気持ちが。前にもこうやって。本当か。もっと。さっき前に真の自由って聞いたか。真の自由の話、頂上にたどり着けば悪夢から解放されて真の自由。僕でも自由になれるのか。あんな生活からのともかく、それには上気をして。よくここまで来たね。だけど残念、死ぬんだ。おい、这只脚长得不一样。百年前にもここを脱出したクールな羊がいるんだってね。ってことは僕たちも出れるかもしれないのかな。根本不会死，没有成长的必要。絶対に出るじゃないのか。ああ、そうだったね。あっちに。有道理，存个档好了。之前都没存档。存档怎么存？这里。あそこのリーゼントとメガネ。ああ、うん、なんかやる気。面倒なんだよね、本部長みたいな鬱陶しいやつがいないといいな。たぶん朝、やっぱあれかね、二度ある。三度目、それ。ザシはあ、仏三度いで。こんな登り方を この上、大物が。なるほどね。又想要骗我来学技巧。登りてえのに他の。せっかく引いた。またいつらいつかまとめて。あの子だけ、一人だけ、悪夢に落ちて。それ、さあな。どうせも。何だってこれは。やっぱ。見せやがるってんだ。羔羊看见了。认真选择时间。ピアノの近く。でもあの子。どういう意味だよ。あんたの道だ。大事な人にはどんな秘密でも打ち明けて。希望自己重视的人把任何秘密都告诉你吗？这个嘛，我是觉得秘密也不用说太清，我觉得每个人都可以保有自己的隐私啊。我觉得以隐私的立场来说，不用什么都说的清清楚楚吧，对不对？我觉得这个选项，不论是哪一个是好的答案，我觉得这个没什么正确的选择啦。这个这样选应该还行。
選んだのはそっちか。本心だと受け取っておくよ。真実を知りたければ生きて頂上へたどり。本当か。ここからずっと上、遥か第八階層にはカテドラルがあってね、その聖なる頂の先へと進む者には真の自由への道が開かれると言われている。そこに進めるかどうかはあんた次第。ほら、今夜もあんたの命を狙う者の声が。またか。小恶魔指数越来越高。大多数都选择希望能说清楚。ついに敵の攻撃に翻弄されないよ。何なんだよ、今度は一体。这是什么屁股脸怪物？干，超恶。肉体的恶魔，脸是屁股，啊！勝った。觉得我变强是错觉吗？不是错觉，我真的变强了。不过这是 safety 模式。これで第三階層、拷問形状は終わりだ。これなら、へえ、今日も生き延びたんだ。せっかくならまた幸せを感じていた過去を振り返ってみようか。今日のテーマは胸が締め付けられるほどの淡い淡い思い出。心頭激動的淡淡回忆。哇，十五年前。啊，続けてみないか。哦，这个体验版也玩到。じゃあ、俺のことを個人的に応援に来ない？彼女いるでしょ？昨日は大学生に誘われたって。大変だな。着替えるから、ごめん。よっしゃ。
可愛い。ありゃ俺に惚れてるな。ないことないだろう。可能性は無限大だって。あんなに憧れていたのに、人は変わってしまうものだね。ただ裏を返せば、今も変わるチャンスはあるってことだ。あんたがこの先どんな道をたどるか、僕も楽しみになってきたよ。キャサリン？ん？え？キャサリンって…なんでいいんだ？昨日は一人で帰ってきたはず。うわぁ…まずいって…いや、俺…看、你闯空门、小姐。キャサリン…ごめん、てか…いいよ。でもちょっと照れるかも。照れる？私のこと、名前で呼んでくれるの、初めてでしょ？名前？キャサリン？ふふ、なに、ヴィンセント。いや、なんでもない。てか、マジかよ。ねえ、もしかして、怒ってる？いきなり押しかけちゃったし。え？押しかけた？怒ってるっつか、驚いて。ヴィンセント、私に会いたいかなって。え、そのなんて嘘。私が我慢できなかったから来ちゃったの。昨日はすごかったね。私あんなことするの、その初めてだったから。ナゾンス、つうか、俺、なんかしたっけ？言わせんの？エッチなんだから。待って、タイム、タイム！10秒だけね。あのさ、君は、なんで俺に？気に入ったから？ねえ、ヴィンセントは？私のこと、どう思ってんの？いや、可愛いと思うよ。ありがとう。あとは？あと？可愛いだけ？いや、なんていうか、羨ましいっつうか、自分の好きなように生きてますって感じが。何それ、別に普通のことじゃん。ねえ、ヴィンセントも好きなようにしていいんだよ。その代わり、浮気とかしたら許せないからね。你知道、你就是出轨的对象吗？俺、君に言わなきゃいけないことが。是不是又想上厕所？这个，やべえ。やべえ。あのさ、等一下、我戴的这个眼镜戴的是内衣。似合うと思ってんのこれ？ふざけてないで、ちゃんと聞いてよね。大事な話なんだから。ごめん。かなり遅れてんの、今月。え？できたかも。え？え？なんで黙んの？え？え？ああ、ごめん。え？パー。で、どうなの？何動揺してんだ、俺。ここはちゃんと責任取らなきゃだろう。没错，要负起责任。身为男人要负起责任。もちろん嬉しいけど。けど？嬉しいよ。そっか、嬉しいんだ。なら、よかった。正直、ちょっと不安だったんだよね。あんたって何考えてるか、たまにわかんないから。
そんなことねえって。そりゃびっくりはしたけどさ、でもまだわかんないっつうか、確定じゃないんでしょ。ん、まあね。ん、いいわよ出ても。え、あ、うん、もしもし。あ、もしもし、私。うん、あ、どうも。パッ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 。何それ。お辻よか。ねえ、近くまで来てんだけど、これから会わない？その件につきましてはちょっと難しいというか。干这就好溜ってこと。今どこよ。なんで番号知ってんだ。すぐに切らねえとあれは閉まりちまうよ。あ、あれ、もしもし、もしもし。哇，这一个骚操作太溜了。どういうこと。え、いや、仕事の電話、あのバグがどうこう言ってたけど切れちゃった。で、会社電波入りにくいんだよね。まあ大した問題じゃなさそうだから。そうじゃなくて携帯何勝手に書いてんの。え、ああ、これ先週欲しいのがやっと出たから。前のだって書いてからそんなに経ってないでしょ。あれだってまだまだ使えたのに。それにあんたこの前パソコンも変えたでしょ。ほんと無駄遣いばっかして。ああ、うん、これからはそういうの気をつけてもらわないとさ。言ってる意味わかるよね。ああ、ごめん。まあ仕事を頑張ってんならいいんだけどさ、私は育休とか取んなきゃいけないかもだし。そうか、そうだよね。ああ、でも子供産んでも仕事は続ける気でいるから。やりやり、家事は分担になるからちゃんとできるようにしといてよ。服脱ぎっぱなしとかも今後は厳しいかな。ああ、うん、ヤリさんだヤリさんだ。ケーキに貼り付いてんじゃん。これ昔の手前じゃなくて、どっから入ってくんだよ。貯金もしっかりしなきゃダメだと思うの。夜の飲みとかも控えてよね、安くないんだから。あと銀行口座は全部私が管理するし。よかった。ブライトオレンジのグラニータがいいかな。まさか。ちょっと聞いてんの。えよ。聞いてるって。あ、俺お腹痛いから、あのトイレ行ってくんね。ねえ、ちょっと。あんたさっきから変じゃない。完了完了完了。女人的直觉要来了。全然変じゃねえって。本当、別に喫煙席でもいいか。なあ、ここって喫煙席。え、うん、あ、そうだった。もうタバコはやめてね、お腹の子に悪いから。それよりトイレ。親に空いてる人か聞いとくから。我的妈呀，好紧张哦。啊，たく死ぬかと思ったぜ。嗯？嗯？ねえ、いるか？鍵、開きっぱなしだぞ。游泳圈。好像很有经验。没有没有，怎么会？完全没有。哦，这房间，等下没有床吗？嗯。哦，睡在地板上。啊，おはようございます。おい、大丈夫か？こんなとこで寝てるから。セントさん、すごかったですね。ゆうべ？え？昨日の？声？聞こえてた？違うよ。いつもはそんなことないっていうか、いや、そもそも記憶ないし。
てないんですか？ん？いや、なんつうか最近物忘れが激しくってさ。にしても、リン、この部屋どうしたんだ？何か変ですか？ん？いや、なんつうか独特？あれとかどうしたんだ？あれですか、夜になるとピカピカして綺麗なんですよ。ま、そっちのは鼻歌歌うと動くんですよ。落ち込んだ時とかずっと見てるんです。でも落ち込んだならピアノ弾けばいいんじゃないのか？これはピアノ弾く元気がない時用です。見てるだけで元気をもらえる自慢のコレクションなんですよ。そういや俺も昔シリアルのおまけだった羊忍者消しゴム集めてたっけ。忍者やガラクタみたいなもんでも誰かにとって意味がありゃそれでいいんだよな。俺のコレクションはゴミだって親に捨てられちまったけど。そうだったんですか。大事かどうかを決めるのは自分だと思うんだけどな。じゃあ代わりにあのてっぺんが光るのあげますね。いや気持ちだけもらっとくよ。そうですか、元気を分けてあげたかったのに。リンって変わってんな。なんか独特だけど純粋で気が抜けるっていうか、今まで会ったことのないタイプの人だな。ヴィンセントさんはかわいい。どんな人に会ってきたんですか？そうだな、男としてもっと現実見ろとか大人になれとか、やたらこうしろああしろって価値観を押し付けてくる人が多かったな。その方が変わってますよ。ヴィンセントさんのことを勝手に決めるなんて誰にもできないのに。確かにな。あ、そうだ、これやるよ。エリカからも連絡できないと困るって言われてたろ。俺が使ってた古い携帯、使い方わかるか？貸してみ。これをこうやってな、ここをこうして、よし、登録できたか？俺のところにメール送ってみろよ。お、届いた。ん？キャサ…キューサリン。スペルとかはよくわかんないんですけど、この名前だけは覚えてたんです。ってことは、俺が聞いたのはリンってとこだけだったのか。君もキャサリンなのか。第三個キャサリン。何かおかしいですか？いや、リンの方が呼びやすいからな。これからもそう呼ばせてもらうぜ。突然想到有一部叫《风下》的作品，出现了复数的风下。